どうも皆さんこんにちは、クレチューバーリーダーのキミクレシン歌のありです。さあ今回は火災予防にクレチューブします。リーダーキミクレシン率いるクレの魅力を探る5人、その名もクレチューバー。5人が西へ東へ駆け回って集めた魅力をご紹介。我らクレチューバー。前回の救急に続いて今回は火災予防なんですけれども、この時期火事への注意は大切ですか？はい、春は空気が乾燥して風が強いなど火災が多く発生する時期です、はい、3月1日から春季全国火災予防運動を展開して火の用心を訴えています。去年の呉市の火災発生件数は85件で、出火原因を見てみると焚き火、タバコ、コンロの順に多くなっています。井上さん、火がすごいんですけど、こちら何なんでしょうか？はい、天ぷら油に火が入りました。天ぷら油に火が入った状態、絶対にやってはいけないことを今からやります。わかりました、やっちゃいけないことをね。はい、はい、うわー、はい、水をかけるとこのように火が大きくなりますので、絶対にやってはいけません。そうですね、今ので分かりました。天ぷら油に火が入った場合、まずはコンロの火と換気扇を止めて火が大きくなるのを防ぎます。そしてホームセンターなどでも販売しているエアゾール式簡易消火具で消火に当たります。うわーすごい。井上さんも OK ですか？消えたと思っても少しかけてください。はい、消えたんじゃないでしょうか。はい、消火成功です。うわー、火が上がるのを見ると、はい、やっぱ怖いですね。はい、どうしても冷静な判断ができなくなりますので、はい、普段落ち着いている時にシミュレーションをしてください。火事から命を守るために覚えておきたいのが10のポイントです。寝タバコは絶対にしない、させないなどの4つの習慣に加えて、ストーブやコンロなどは安全装置のついた機器を使用するといった6つの対策があります。大切な命を守るためにぜひ覚えておいてください。メンバーと一緒に命を守る10のポイントしっかり確認しておきます。はい、ぜひよろしくお願いします。この時期空気が乾燥し強い風が吹きやすいことから火災が起こりやすくなっています。今一度火の取り扱いに十分注意して火災予防に努めましょう。次回はリサイクルにクレチューブ。